でミゼラブル第三部マリウス第八編「邪悪なる貧民」より8「牢屋の中の光」姉娘は父親のところへ寄ってきて彼の手の上に自分の手を置いた「触ってごらんこんなに冷たいわ」と彼女は言った「なんだ」と父は答えた「俺の方がもっと冷たい」 母親は請求に叫んだ。「お前さんはいつでも誰よりも上だよ苦しいことでもね黙ってろ」と男は言った女は一種のにらみ方をされて黙ってしまった牢屋の中は一時静まり返った姉娘は平気な顔をしてマントの裾の泥を落としていた妹の方はなお泣き続けていた 母親は両手に娘の頭を抱えてやたらに唇をつけながら低くささやいていた「いい子だからね泣くんじゃないよ何でもないからね泣くとまたお父さんに怒られるよ」「いやそうじゃねえ」と父は叫んだ「泣け泣け泣く方がいいんだ」それから彼は姉娘の方へ向いていった「どうしたんだ?」 来来なないじゃねえか。来なかったらどうする。火は消す椅子は壊すシャツは裂く窓ガラスは壊すそして一文にもならねえんだおまけに娘には怪我をさしてさと母親はつぶやいたおいと父親は言ったこの部屋はべらぼうに寒いじゃねえかもし来なかったらどうするんだこれはまたなんて待たせやがるんだ こうう。も思ってるんだろうなあに待たしておけそれが当たり前だ本当にいまいましいやつらだ絞め殺してでもやったらどんなにいい気持ちで面白くて流飲が下がるかわからねえあの金持ちのやつらをよみんな残らずさどいつもこいつも慈悲深そうな顔をしやがって体裁ばかり作りやがってミサには行くし 坊主には物を送ったりおべっかを使ったりしやがるそのくせ俺たちより上のものだと思い込んで恥をかかせにやってきやがる着物を施すなんて言いながら四数も出せば釣りが来ようっていうボロを持ってくるしそれにまたパンとくるんだそんなもの俺は欲しくもねえ皆分からずやばかりだ俺が欲しいのは金だ ところが金と来ては一文も出しやがらねえ。金遅れても飲んでしまうと言ってやがる。俺たちは酒飲みで怠け者だと言ってやがる。そしてご当人は「やつらは一体何だい若え時には何をしてきたんだい泥棒じゃねえか。そうででもなけりゃ金持ちになれるわけはねえ。ええ世間は四隅から持ち上げてスポッと投げ出しちまうがいい。 みんつぶれなくてもみんな無一文になるわけだそれだけ儲けものだだがあの事前家のバカ野郎一体何をしているんだ本当に来るのかことによると番長を忘れたかなあのじじいの畜生め。その時軽く扉をたたく音がした男は飛んで行って扉を開きうやうやしくお辞儀をし 警の微笑みを浮かべて叫んだ。「お入りくださいご親切な旦那また美しいお嬢様もどうかお入りください」年取った一人の男と若い一人の娘とがその屋根部屋の入り口に現れたマリウスはまだ覗き穴のところを去っていなかったそして今彼が受けた感じは 到底人間の言葉を持っては表せない。現れたのは実に彼女だったおよそ恋をしたことのある者は彼女という語の二次のうちに含まれる光り輝く意味を知っているであろうまさしく彼女であったマリウスは突然眼前に広がった紅葉たる霧を通してほとんど彼女の姿を見分けることができないくらいだった が、それはまさしく姿を隠したあの優しい娘だった。六ヶ月の間彼に輝いていたあの星だった。あの瞳、あの額、あの口、消え去りながら彼を暗夜のうちに残したあの美しい顔だった。その面影は一度見えなくなったが今また現れたのである。 その面影は再びこの影の中にこの屋根部屋の中にこの醜い老屋の中にこの恐ろしい醜悪の中に現れ来たったのであるマリウスは我を忘れておののいたああまさしく彼女である彼は胸の動機のために目もくらむほどだったまさに涙を流さんばかりになったああ あれほど長く探しあぐんだ後ついに巡り合おうとは彼はあたかも自分の魂を失っていたのをまた再び見いだしたような気がした彼女はやはり以前の通りでただ少し色が青くなってるだけだったその絶えなる顔は紫ビロードの帽子に縁取られその体は黒ジュスの街灯の下に隠されていた 長い上着の下からは絹の半グツに締められた小さな足が少し見えていた彼女はやはりルブラン氏と一緒だった彼女は部屋の中に数歩進んでテーブルの上にかなり大きな包みを置いたジョン・ドレッドの姉娘は扉の後ろに退いてそのビロードの帽子その絹の街灯を またその愛くるしい幸福な顔を陰気な目つきで眺めていた部屋は極めて薄暗かったので外から入ってくるとちょうど穴蔵絵でも入ったような感じがするそれで新米の2人は辺りのぼんやりしたものの形を見分けかねて少しく躊躇しながら進んできた。 しかるに家の者らは屋根裏に住む者の常として薄暗がりに慣れた目で彼らの姿をすっかり見て取ることができてじろじろ打ち眺めていたルブラン氏は親切そうなまた悲しげな目つきで近づいてきてジョンドレッドに言った「さあこの包みの中に新しい着物と靴たびと毛布とが入っています。 神様のように慈悲深いお方いろいろありがとう存じます」とジョン・ドレッドは頭を床にすりつけんばかりにして言ったそれから2人の客が哀れな部屋の内部を見回している間に彼は姉娘の耳元に身をかがめて低く口早に言った「変俺が言った通りじゃねえかボロだけで金は一文もくれねえ。 奴らはみんなそうだ。ところでこの老いぼれにやった手紙にはこちらの名前は何として置いたっけなファヴァントゥよと娘は答えたうん俳優だったなよしそれを思い出したのはジョン・ドレッドに幸せだったちょうどその時ルブラン氏は彼の方へ向いて名前を思い出そうとしているような様子で彼に言った なるほどお気の毒です。えー、っとファヴァントゥと申します。ジョン・ドレッドは急いで答えた。ファヴァントゥ君と、なるほどそうでしたな。ええ覚えています。俳優をしていまして元はよく当てたこともございますのでそこでジョン・ドレッドはこの事前化を補うべき時が来たと思い込んだ。で彼は 市林のような大げさな調子と大道小敷のような哀れな調子とをないまぜた声で叫んだ「タルマの弟子でございます旦那私はタルマの弟子でございます昔は万事都合がよろしゅうございましたがただいまではまことに不運な身の上になりました旦那ご覧くださいましパンもなければ火もございませんただ一つの椅子は が抜け落ちています。「こんな天気に窓ガラスは壊れています。それに家内まで寝ついていまして病気なのでございます。お気の毒に」とルブラン氏は言った「子供まで怪我をしています」とジョンドレッドは言い添えた「小娘は知らない人が来たのに紛らされてお嬢様を眺めながら泣きやんでいた。 泣けたら大声に泣けよとジョンドレッドは彼女に低くささやいたと同時に彼はそのけがした手をつねった彼はそれらのことを手品師のような早業でやってのけた娘は大声を立てたマリウスが心の内で「我が許すールと呼んでいた美しい若い娘はすぐにその方へやっていった まあ、かわいそうなお子さん」と彼女は言った「お嬢様」とジョンドレッドは言い進んだ「この血の出ている手首をご覧くださいまし日に六数ずつもらって機械で仕事をしていますうちにこんなことになりましたあるいは腕を切り落とさなければならないかもしれませんのです「そうですか」と老人は驚いて言った。 小さな娘はその言葉を本気に取っていかにもうまく泣き出した「全くのことでございまして実にどうも」と父親は答えたしばらく前からジョン・ドレッドはその事前化を変な様子でじろじろ眺めていた口を聞きながらも何か記憶を呼び起こそうとでもするように注意して彼の様子を探っているらしかった。 そして新米の二人が小娘にその負傷した手のことを同情して尋ねている間に乗じて彼は突然ぼんやりした元気のない様子で寝床に横たわってる女房のそばへ行き低い声で言った「あの男をよく見ておけ」それからルブラン氏の方を向き哀れな状態を口説き続けた「旦那ご覧の通り私は 着るものとては家内のシャツ一枚切りでございましてそれもこの冬の最中にすっかり破れ裂けています着物がないので外に出られないような始末でございます着物一枚でもありましたら私はマルス城かっこ役者中当時名高い女優のところへでも行くのでございますが城は私を知っていましてごくひいきにしてくれます まだトゥール・デ・ターム街に住んでるのでございましょうか。旦那もご存知ですかどうか、私はジョーと一緒に田舎で芝居を打ったことがあります。私も一緒に大成功でございました。で、ただいまでもセリメーヌ、役者中、モリエールの喜劇中の人物で記載ある美人、マルス城を指す、はきっと私を救ってくれますでしょう。 エルミールはベリゼールにものを恵んでくれますでしょう」。「役者中」前者はモリエールの喜劇中の人物で正直なる夫人後者は伝説中の人物で霊落せる将軍マルス城とジョン・ドレッド自身とを指す。ですがこの姿ではどうにもできません。その上一文の持ち合わせもありません。全く、 家内が病気なのに無一文なのでございます。娘がひどい怪我をしているのに無一文なのでございます。家内は時々息が詰まります。年のせいでもございましょうが、また神経も手伝っています。どうにか致さなくてはなりません。また娘の方も同様で。と申して医者も薬もどうして払いましょう。一文もありません。 ですからまあ、わずかなお金でもひざまずいておしいただくような始末でございます。芸術なんていうものも、こうなっては惨めなものでございます。美しいお嬢様、それからご親切な旦那様、さようではございませんか。あなた方は徳と親切とをとされて、いつも教会堂へおいででございますが、私のかわいそうな娘もまた、 教会堂へおおおお祈りりに参ってていいまますす。ので、毎日お姿をお見かけいたしております私は娘どもを宗教のうちに育てたいのでございます。芝居へなんぞはやりたくないと思いましたので、卑しい者の,の娘は得てつまずきやすいものでございます。私はつまらないことは決して聞かせません。いつも名誉だの、道徳だの、 特装だのをいいてて聞かせています娘どもに尋ねても見てくださいませ。まっすぐの道を歩かなければなりません。娘どもは父として私を頂い,いています。ちゃんとした家庭を持たぬのが始まりで、しまいには卑しい稼ぎに身を落とすような不幸な者どもではございません。家なしの娘から誰彼構わずの夫人となるのが常であります。ですが、 ファワントゥの一家にはそんなものは一人もありません。私は娘どもを立派に教育したいのでありまして、ただ正直になるように、恩順になるように、尊い神様を信ずるようにと願っております。それから旦那、立派な旦那様、私どもが明日どんなことになるかはご承知でもございますまい。明日は2月4日で、 いいいよいよの日でございます家主に待ってもらった最後の日でございますもし今晩払いをしませんと明日は姉娘と私と熱のある家内と怪我をしている子供と私ども4人はここから外に往来に追い出されてしまいまして宿もなく雨の中を雪の中を路頭に迷わなければなりません。 かようなわけでございます、旦那様。四期分の一年分の借りがあるのでございまして、六十フランになっております。ジョン・ドレッドは嘘を言った。家賃は四期で四十フランにしかならないはずであるし、またマリウスが二期分を払ってやってから六ヶ月しか経っていないので、六期分の借りができているわけもなかった。ルブラン氏は、 ポケットからゴフランを取り出してそれをテーブルの上に置いたジョン・ドレッドはそのわずかな暇に姉娘の耳にささやいた「バカにしてるゴフランばかりでどうしろっていうのか椅子とガラスの台にもならねえせめて入り目ぐらいは置いていくのが当たり前だ」その間にルブラン氏は青いフロックの上に着ていた 大きな褐色ののをを脱いで、それを椅子の背に投げかけた。「ファヴァントゥー君」と彼は言った「私は今ごフラン切り持ち合わせがないが一応娘を連れて家に帰り今晩またやってきましょう。払わなければならないというのは今晩のことですね」。ジョン・ドレッドの顔は不思議な色に輝いた。 彼は元気よく答えた「さようでございます」尊い旦那様「8時には家主のところへ持って参らなければなりません」では6時にやってきますそして60フラン持ってきましょう「本当にご親切な旦那様」とジョン・ドレッドは夢中になって叫んだそしてすぐに彼は低く女房にささやいた「おい あいつをよよ。く見ておけよルブラン氏は若い美しい娘の腕を取って扉の方へ向いた「では今晩また皆さん」と彼は言った「6時でございますか?」とジョン・ドレッドは聞いた「正六時に」その時椅子の上にあった街灯がジョン・ドレッドの姉娘の目に留まった「旦那 と彼女は言っった。街灯をお忘れになっています。ジョン・ドレッドは恐ろしく肩をそば立て燃えるような目つきで娘をじろりとにらめたルブラン氏は振り返って微笑みながら答えた忘れたのではありませんそれは置いてゆくのですおお私の恩人様とジョン・ドレッドは言った 実に情け深い旦那様私は涙がこぼれますせめて馬車まで音もさしてくださいませ外に出るならトルブラン氏は言ったその街灯を置きなさいひどく寒いですよジョン・ドレッドは二言と待たなかった彼はすぐにその褐色の街灯を引っ掛けたそしてジョン・ドレッドが先に立って 三人は部屋を出て行った。10. 関栄馬車鎮一時間二フランマリウスはその光景をすっかり眺めた。しかし実際は何もはっきり見て取ることはできなかった。彼の目は若い娘の上に据えられており、彼の心は彼女がその部屋に一歩踏み込むや否や、いわば、 彼女ををかみみ取り、り彼彼女女すっっ包み込んでしまっていた。彼女がそこにいる間彼は全く恍惚たる状態にあってあらゆる物質的の知覚を失い全身をただ一点に集中していた彼が眺めていたものはその娘ではなくてシュスの街灯とビロードの帽子とをつけた巧明そのものだった。 シリウス星が部屋の中に入ってきたとしても彼はそれほど幻惑されはしなかったであろう若い娘が包みを開き着物と毛布とを底に広げ病気の母親に親切な言葉をかけけがした娘に哀れみの言葉をかけている間彼はその一挙一動を見守りその言葉を聞き取ろうとしたその目その額 その美貌、その姿その歩き方を彼は皆知っていたがその声の音色はまだ知らなかったかつてリュクサンブールのソノでその数語を耳にしたように思ったこともあったがそれは確かにそうだとは分からなかったそしてもし彼女の声を聞くならばその音楽の響きを少しでも自分の心の内にしまい込むことができるならば 十年ほど自分の生命を縮めても惜しくないとまで思ったけれどもジョン・ドレッドの愛願の声やラッパのような胆性に彼女の声はすっかり消されてしまったマリウスは狂気と共に憤怒の情をさえ覚えた彼は目の中に彼女の姿を包み込んでいたその恐ろしい老屋のうちの怪物どもの間に 神聖なる彼女を見いそうとは夢にも思いがけないことだった彼はガマの間に芳醇を見るような気がした彼女が出て行った時彼はただ一つのこときり考えなかったすなわちそのあとに従いそのあとをつけ住所を知るまでは決して離れず少なくとも各不思議にも巡り合った以上は もはや決して見失うまいということ。で彼は戸棚から飛び降り帽子を取ったそして扉の取っ手に手をかけまさに外に出ようとした時ふと足を止めて考えた廊下は長く階段は急でありその上ジョン・ドレッドはおしゃべりだからルブラン氏はまだおそらく馬車に乗ってはいないだろう。 もしルブラン氏が廊下でか階段でかまたは角口のところで振り返ってこの家の中に自分がいることに気づきでもしようものならきっと警戒して再び自分から逃れようとするだろうそしてそれでまた万事おしまいである何としたらいいものか少し待つとしようかしかし待ってる間に馬車は走り去ってしまうかもしれない マリウスは全く困惑した。がついに彼は危険を冒して部屋を出たもう廊下には誰もいなかった彼は階段のところへ走って行った階段にも誰もいなかった大急ぎで階段を下り大通りに出るとちょうど馬車がプティバンキエ街の角を曲がって市中へ帰ってゆくのが見えた マリウスはその方へ駆けて行った。大通りの角まで行くとムーフタール街を走り去る馬車がまた見えたしかしもうよほど遠くなので到底追っつけそうもなかった後を追って駆け出すそんなこともできないその上足に任して追っかけるものがあれば馬車の中からよく見えるので老人はすぐに自分だということに気づくに違いない しかしちょうどその時思いがけなくもふとマリウスは寛永馬車が空のままで大通りを過ぎるのを認めた今はもうその馬車に乗って先の馬車の後をつけるよりほかに方法はなかったそうすれば安心で確実でまた危険の恐れもないマリウスは手を挙げて御車を呼び止めそして叫んだ時間決めで マリウスは襟飾りもつけていずボタンの取れた古い仕事服を着シャツは胸のところの一つのひだが裂けていた漁車は馬を止め目をまばたきマリウスの方へ左の手を差し出しながら人差し指と親指との先を静かにこすって見せた「何だ」とマリウスは言った「先にお金をどうか」と御者は言った。 マリウスは十六数切り持ち合わせがないことを思い出した「いくらだ」と彼は尋ねた「四十数」「っこ、役者中」「四十数は二フランにあたる」「帰ってきてから払おう」「漁者は何の答えもせずただラ・パリス」「っこ、役者中」「素朴な小唄」の節を口笛で吹いて 馬に鞭を当てて行ってっっしまった。マリウスは呆然として馬車が行ってしまうのを眺めた持ち合わせが24数足りなかったために気悦と幸福と愛とを失ってしまい再び暗夜のうちに陥ってしまったせっかく目が見えてきたのにまた見えなくなってしまった彼は苦々しく そして実際深い遺憾の念を持ってその朝あの惨めな娘に与えたゴフランのことを思ったそのゴフランさえ持っていたら救われよみがえり地獄と暗黒とから脱し孤独や優秀や独り身から脱していたであろう自分の運命の黒い糸をあの黄金色の美しい糸に結び合わせることができたであろう しかるにその美しい糸口は彼の目の前にちょっと浮かび出たばかりでまた再び断ち切れてしまったのである彼は絶望して家に帰ったルブラン氏は晩に再びやってくると約束したそしてその時こそはうまく後をつけてやろうそう彼は考え得たはずであるしかし 戦国夢中になって覗いている時彼はその約束の言葉をもほとんど聞き取りえなかったのである家の階段を上って行こうとした時彼は大通りの向こう側バリエール・デ・ゴブラン街の寂しい壁のところに慈善家の街灯にくるまったジョン・ドレッドの姿を認めたジョン・ドレッドは 他の一人の人男に口をいいていたその男はバスへの不老人とも言いうるような人相の悪いやつらの一人だったそういうやつらは曖昧な顔つきをし怪しい毒語を発し悪いことを企らんでいそうな風つきであって普通は昼間眠っているものでそれから押すと夜分に仕事をしているものらしい。 二人は立ちながら身動きもしないで渦巻き降る雪の中で話をしていたその互いに身を寄せ合ってる様は確かに警官の目を引くべきものだったがマリウスはあまり注意を払わなかったけれども彼はいかに心が悲しみに満たされていたとはいえジョン・ドレッドが話しかけてるその罵声の不浪人に どこか見覚えがあるような気がしてならなかったなんだかパンショーという男に似てるようだったパンショーといえばクール・フェイラックがかつて教えてくれた男でまたその付近ではかなり危険な野党だとして知られてる男で別名をプランタニエもしくはビグルナイユと言っていたその名前は 前編でで読者のすでに見たと「ころであるこのパンショー一名プランタニエ一名ビグルナイユは後に多くの刑事裁判のうちに現れてきてついに有名な悪党となったものであるが当時はただ名が通っているというだけの悪者に過ぎなかった」そして今日ではすでに盗賊強盗らの間に 一人人の伝説的人物となっている。彼は王政の終わり頃にはもう一方の首領となっていた夕方まさに夜とならんとする頃囚人らが集まって低くささやき合う時には彼はポルス監獄の獅子の穴蔵「かっこ役者中ある中には、での噂の種となったその監獄に行くと 1843年に30人の宗斗が白昼未曾有の脱獄を図った時に使った廃尿堂が路地の下を通っているところちょうど便所の敷石の上の方の遺跡の上にパンショウという彼の名前を読むことができたそれは彼が脱獄を企てたある時に自ら大胆にもそこに掘り付けたものである。 1832年にも警察はすでに彼に目をつけていたがその頃彼はまだ本当に舞台に立ってはいなかったのである。